この中を、紹介していきたいと思うので、まあ、ここで練習するときはすがすがしい気持ちでできる感じで、でもこの YouTube でちょっともしかしたらパンパンになってしまうかもしれないんですけど、本当にいい環境ですね。皆さんこんにちは、藤井良和です。今日はですね、ここ、まあ、僕が所属する埼玉パナソニックワイルドナイツの新しいクラブハウスが熊谷にできたんですけど、そのクラブハウスを見学したいと思います。初公開ですということで、まずこんな感じで、クラブハウスの外見があるんですけども、すごく綺麗になっております。で、後ろ向いてもらったら僕たちが練習するグラウンドがあります。本当に芝もすごくいい感じで、まあ、毎日ここで、まあ、いいトレーニングを積ませてもらってるという感じです。で、こっち向いてもらったら、分かると思うんですけど、こっちがもう熊谷のメインスタジアムになっています。なのでもう本当にこう隣接してるというか、もうここで練習して試合にすぐ行けるという形を、取っています。ということで今日は、この中を、紹介していきたいと思うので、では行きましょう。レッツゴー。はい、まずこれが、建物の正面になります。すごく綺麗です。パナソニックのワイルドナイツがあって、この上が埼玉県のラグビー県協会も入っています。ということでちょっと玄関にすごいものがあるんで、まず入っています。こうパナソニックの象徴のこののぶし甲冑があります。すごいですよね。これが僕たちのパナソニックワイルドナイツの象徴です。かっこいいよね。じゃあそこから、まず出て、雨が降ると練習外でやるの嫌よね。うん、ね、だからまあ、そういう、こう雨の中で練習ができないときに、ここが用意されています。はい、練習場になります。はい、ここが、まあ、雨の時とか、まあ、軽い練習をするときに、使う室内練習場になります。ちょっと室内練習場を見に行きましょう。ここでサインの確認だったりとか、例えばラインアウトとかスクラムの確認もできますし、まあ、ブレイクダウンのちょっとした確認もここで、やる感じで、まあ、ここは、天然芝じゃなくて人工芝で、作られていて、まあ、すごくふかふかしていて気持ちいいなっていう感じで、食べ物も綺麗ですし、まあ、ここで練習するときはすがすがしい気持ちでできるという感じでいつも練習しています。ということで皆さんお待ちかねの今から、クラブハウスに潜入したいと思います。行きましょう。はい、とうとう、クラブハウスに潜入したいと思います。あのですね、こうクラブハウスに入るには指紋が必要なんです。指紋が、ここに指紋を合わせたら入れます。で、クラブハウスに入っていくとプレイヤーズロックあります。とりあえずロッカー潜入していきたいと思います。はい、こんな感じで常時、ね、しっかりと空気も良くして、あのコロナ対策はバッチリでいきます。僕のロッカーはここにやっています。まあ、前回のクラブハウスと違うところはここに iPhone の充電器というか USB があって、まあ、充電ができるというふうになっていたりとか、あとは結構上のこの棚とかを使いやすくなってたりとかするので、みんなここで、まあ、着替えたりとかこう支度をして、でグラウンドにも出れて練習にも行けますし、もうジムに行ってトレーニングするという感じです。でトレーニングが終わったらお風呂もめちゃくちゃ綺麗です。はい、こんな感じでシャワーがついていて、はい、お風呂もこんな感じでシャワーがついていて、
こう浴槽で、まあ、ホット&コールド、あったかいと冷たい水があって、そういうリカバリーができるんですけど、ちょっと今中に選手が入っているので、ここだけ、ここまでということにしておきます。はい。で、こっち来てもらって、まあ、クラブハウスの中にこういうスパイクを乾かす場所とかもあって、乾燥室ですね。こんな感じで、雨が降ってもスパイクが次の日乾いてるような、環境になっています。そうですね。珍しいもので言うと、こういうも冷蔵庫の中に随時、まあ、スポンサーの、大塚製薬さんの、まあ、ボディメンテであったりとか、イオンウォーターとかポカリスエットのこのゼリーみたいなのも入っていて、ね、いつでも飲み放題で、いつもこう体をバリアしながら、まあ、ハードな練習もするし、こうやってリカバリーも充実してるって感じですかね。あとはですね、やっぱラグビー選手といえばプロテインとかサプリメントということで、まあ、こちらにもしっかりとプロテインサプリメントが置いてあって、これも自分の飲みたい時に飲めますし、自由に使っていい。はい、ということで、まあ、今までロッカールーム見てもらったんですけど、次はトレーニングルームに行きたいと思います。はい、これがトレーニングルームになります。こう前と違うのはタータンがあったりとか、あとはラックがすごくこう多くあるので、まあ、すごくこうトレーニングしやすいですし、あとこのこういうねロゴも入ってたりして、すごくこうホーム感があるジムだなと思います。バイクワットバイクっていうんですけど、バイクとかも選手が使いたいように使えるのがたくさんあったりとかして、まあ、すごくこう、綺麗でいいジムだなと思います。で、上見てもらって分かるんですけど、結構こう吹き抜けになっていて、まあ、どこからでもこうジムが見えたりして、こう来客者の方が来られても、こう僕らが頑張ってるジムの様子が見れるという感じになっています。で、ここで、まあ、ウエイトトレーニングをして、次は僕たちの体をケアするところに行きたいと思います。ここが体をケアする場所になっています。まあ、ベッドも5台があって、ああいうところでテーピングを巻いたりとかをして、まあ、こんな綺麗なところでこう体もケアして、心もリフレッシュできるという状態になっています。はい、本当にいい環境ですね。はい、じゃあ続いては、ミーティングルームに行きたいと思います。ここがね、意外といいんですよね。はい、こんな感じになっています。椅子にもこのワイルドナイツのロゴが入っていたりとか、あとはですね、まあ、本当にこうみんなが均等に座れて、まあ、ここに映像とかを映し出して、まあ、みんなでこのパナソニックのラグビーを共有していく場所でもあります。なのでコーチとかが基本的にはここで喋って、選手たちにこうゲームプランのこうプレゼンをしたりであったりとか、選手自身が選手たちにこう自分の考えを述べたりする場所でもあるので、まあ、ここはすごく大切な場所とも言えます。はい、ということで次に行ってみたいと思います。はい、皆さん、ここはですねリラックスルームになります。見てもらったら分かるように、まあソファーが置いてあったりとか、まあ、マッサージ機が5台ぐらい置いてあります。で、漫画も置いてあったりして、まあ、選手がくつろぐ場所になっています。まあ、これはですね、まあ、練習と練習の合間にここで休んだりだったりとか、あと、まあ、こっちパソコンがあるんですけど、ここで選手たちが自分のプレーの分析だったりとか、チームの、相手チームの分析をする場所にもなっています。なので、まあ、リラックスもできるし、ラグビーの勉強もできるしっていう感じになっています。はい、で続いて隣に行くとですね、ここがですね、食堂になります。で、パナソニックワイルドナイツは朝昼晩、全てこの食堂で選手が望めばご飯が食べれるので、まあ、結婚をして家で食べてる選手もいますし、ここで結婚しててもここで食べてる選手もいるので、まあ、こういう形で、まあ、食事、トレーニングで、リラックスで、まあ、そういう勉強のところっていうのはもう本当に充実された環境です。はい、ということで、
じゃあ次行ってみたいと思います。はい、じゃあ、まあ、クラブハウス内はこんな感じになります。で最後にですね、隣にクラブハウスに併設してるんですけど、クラブハウスの隣にカフェが、あるので、そのカフェに行ってみたいと思います。はい、ここがカフェになります。ではカフェに行ってみたいと思います。ここで、まあ、注文をして向こうで、まあ、ドリンクであったりとかランチを食べるという感じです。ここ僕おすすめはアイスカフェラテなので、アイスカフェラテ頼みたいと思います。フードメニューも、まあ、こんな感じで、すごく充実をしていて、一つ一つの、食材にこだわってやられているカフェになります。ドリンクメニューもすごく充実をしているので、ぜひ来た際は来てもらいたいなと思います。店内のことをこれから見てもらいたいなと思います。ここでランチをしながらグラウンドも見えるようになっているので、まあ、ここでランチをして、まあ、選手のこう練習を見るというのも一つ、これからのラグビーのスタイルになってくるんじゃないかなと思うので、ぜひ皆さん、まあ、お茶でもカフェでもいいので、ここによって練習を見てもらえたらなと思います。奥も、こんな感じで並ぶので、まあ、すごくご席数も多いので、来たら、座れると思います。でもこの YouTube でちょっともしかしたら満杯になってしまうかもしれないんですけど、まあ、ぜひ来てください。はい、あのテイクアウトもできるので、テイクアウトもこうやってみてください。ありがとうございます。すみません。こんな感じでカフェラテです。今日は、お付き合いありがとうございました。ぜひラグビータウン熊谷に来てください。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では、さようなら。